こんにちは。ゴーゴージャングルマーケットストラテジーの時間になりました。さあ今日からいよいよ5月です。連休の谷間ではありますけれども、今日もお休みという方もいらっしゃるかもしれませんね。日経平均株価午前の終値は11円41銭高、22479円28銭でした。さあそれでは今日もこの番組、こちらのコーナーから参ります。ゴーゴージャングル人気ピックアップコンテンツのコーナーです。 FX オンで毎日公表しているさまざまなコンテンツから注目度の高いものをピックアップしてご紹介していきます。今日ピックアップするのはこちらです。著名な元ファンドマネージャー、トレーダーの方々が執筆する投資サロンです。今日ピックアップするのは、その中でも最も人気が高い、本日のゲストでもいらっしゃいます島力夫さんの島力夫の実践リアルトレードをご紹介していきましょう。島力夫さんは慶応大学経済学部卒業後、ゴールドマンサックスやドイチェ証券でプロップトレーダー、香港のマクロヘッジファンドでヘッジファンドマネージャーなどを歴任されました。今も世界各地のヘッジファンドや外銀トレーダー、有名トレーダーと交流しながら現役トレーダーとして活躍していらっしゃいます。そんな島力夫さんが執筆しています島力夫の実践リアルトレードを購読していただきますと、市場の変化をいち早くつかむことができ、島力夫さんの相場感に触れることができ、相場の方向性を読み取ることができ、島力夫さんを含めたトレーダー間の会話を SNS で行うこともできます。さあそして今日はこの島力夫の実践リアルトレードの無料版もご紹介しましょう。有料版とほぼ同じ内容のメルマガをほぼ同じタイミングで週1回程度を目安に配信しています。ゴーゴージャングルのホームページに入っていただきまして、その上部にあります検索窓にこのように島力夫無料版と入れて検索してみてください。そうしますと皆さんも購読できますので、ぜひぜひご利用ください。以上、ゴーゴージャングルの人気ピックアップコンテンツのコーナーでした。この後は島力夫さんご登場になります。ゲストトークのコーナーです。この番組は投資家の英知をすべての人に、ゴーゴージャングルを展開するフィンテック e コマースのリーディングカンパニー、株式会社ゴゴジャンの提供でお送りします。さあお待たせいたしました。ここからはゲストトークのコーナーです。毎月1週目は為替市場を中心にお話を伺っていきます。本日のゲストご紹介しましょう。島力夫さんです。島さんこんにちは。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。マーケットいろいろねあると思うんですけれども、はい、今日はどんなテーマでお話しいただけるんでしょうか。今日はですね、はい、ユーロドルの反転、ユーロドルの反転、まあ、はい、ドルの反転とも言えるんですけれども、このところのマーケットで一番顕著だったのは、うん、ユーロドルが崩れてきたところでしょうか。うん、ドルインデックスもですね、はい、チャートで言いますと、底入れの形をとっております。底入れしましたね。ドルが上昇しそうな感じです。あ、そういうことなんですね。はい、はい、でまあユーロドルっていうのはですね、はい、まあ、昨年のですねフランス大統領選挙以来ずっと、まあ、はい、上昇トレンドだったんですが、それはですね今年の9月に金融政策を、はい、変更して、まあ、これまでの量的緩和政策を終了し、はい、来年から利上げに向かうんじゃないかという、まあ、金融政策の先取りの意味があったんですけれども、はい、このところのですね、ヨーロッパの景気指標がちょっと悪くなってきてるんですね。そうなんですね。
欧州の景気指標が3ヶ月連続悪化、はい、とありますね、で、はい、ちょっとよくわからないところもあるんですが、ドイツの数字が悪いんですね。どんなふうに悪いんですか。ですね、はい、ZEW とかですね、この間の E4 もそうでしたし、昨日発表になったですね、小売りですか、はい、それも予想外にマイナスの数字だったということなので、ユーロの上昇が影響しているのか、それともまあどこかでシェアを失っているのかわからん、ちょっと僕はその辺のところはわからないんですけれども、本丸のドイツの景気がちょっと軟化しているところは、というのはちょっと要注意だと思います。ですね、ちょっとチャートの方を見てみましょうか。はい、ユーロ圏製造業 PMI、はい、こちらのチャートでよろしいでしょうか。はい、そうですね、はいはい、こちらですけれども、はい、あの青いのがですね、はい、このところのユーロドルのチャートです。まあ、週足なので、2014年からのちょっと長めのチャートになっております。はい、それから赤いのがですね、ユーロ圏製造業 PMI の数字なんですが、はい、2017年に入ってですね、はい、急激に上昇しているのが分かると思います。そうですね、はい、でこの赤い数字が上昇しているのを見てユーロドルも反転してきたとも言えますね。はい、そうですね、ここ一緒に上がってますものね。はい、一緒に上がってるとも言えますし、はい、赤い線の方がですねちょっと先行性があるとも、先行指標として先行性が、はい、先行性があると思います。はい、それを見て、欧州の景気回復、そし引いてはですね、金融政策の変更が近いということで、ただフランスの大統領選挙はですね、はい、もしマクロンさんが負けたらどうなるんだろうとかですね、そういう思惑があったのでなかなか変えなかったんですが、マクロン新大統領がもうおそらく誕生しそうというところで急に買われて、はい、この現在の 1.2 を超える水準まで上がってきてるんですが、はい、その12月にですね、このユーロ圏製造業 PMI、はい、60.6 のピークをつけた後、1月2月3月と、はい、59.6、うん、58.6、で3月は 56.6 と急激に悪化してるんですね。カクーンと落ちてますね。はい、この3ヶ月で4ポイント落ちるっていうのはちょっと過去それほどないことなので、要警戒と、はい、先週 ECB の理事会があったんですが、ドラギ総裁は、この景気後退、最近の景気指標はちょっと気になると、はい、けれど、方針としては、金融政策は徐々に転換していくっていう、その方針には変わりないというふうにおっしゃってましたけれども、はい、かなり気になってるとというのがですね、見え見えっておかしいですけども、表情に現れておりまして、透けて見えるというね、はい、ですから会見が終わった瞬間にですね、はい、ドイツの国債ブンズっていうんですけども、10年債とですねユーロドルが用意ドンでドーンと売られて、ちゃんと見てるんですね皆さん。そうですね、会見の最後まで見て、これはダメなんだなっていうことで、どっかの大きなファンドが売ったんじゃないですかね。そうですか、仕掛けたんだと思います。はい、で、この傾向なんですが、はい、まず欧州経済が弱い、欧州経済が弱くなってきているという、はいはい、で次のちょっとチャート、ドルインデックスなんですけども、はい、ドルインデックスっていうのはですね、57.6% がユーロで構成されているんですね。ですから、ユーロドルのチャートほぼひっくり返したというのと同じなので、はい、これを過度にですねドルの指標として見るのはどうかという意見もあるんですが、明確にそこを入れて上昇してきたので、はい、ここ数日の動きはですねユーロも買われれば、オーストラリアドルやニュージーランドドル、ユーロじゃなくて反対ですね、ユーロドルが売られたり、OG ドル、ニュージーランドドル、それからですねスウェディッシュクローネとかですね、はい、あらゆる通貨に対してドルが買われる動きが見られます。投資家の中にはやっぱりインデックスで、運用している方も多いので、はい、いわゆるドルのインデックス買いですかね。そういうのはマーケットに出てると思います。そこ入れのタイミングというのは本当に直近の、はい、このキュッと上がったものところでしょうか。そうですね、はい、明確になったのは先週ですね、はい、ただそのドルインデックスの上昇は、はい、ECB の理事会の前に上がっちゃってるんですね。ですから多分ドラギ総裁は何を言うかっていうのもあるんですけども、はい、もうドラギ総裁が
どういう判断を示すか、それを待たずにもうマーケットが言ってるってことは、まあ、これはもうこっちの方向で、マーケットが決めちゃってるんじゃないかなと思います。ファンダメンタルズ上の理由もありますし、はい、ちょっと僕はあまり重視はしてないんですが、 IMM 通貨先物市場で現在ユーロロングがかなり積み上がっております。うん、まあ、そういう状態ずっと続いてるんですけれども、はい、まあ、投資家の間でユーロロングが積み上がってるというのも確かなことだと思いますので、ポジションの崩れがあるとしたらユーロ下げでしょうし、これから先何か意外なことがあるとすれば、はい、アメリカ景気がやっぱり昨日の PCE コアデフレーターもですね、2% ついに連れてきましたし、アメリカ経済はやっぱりいいなと、はい、で今週はですね、欧州のですね GDP と、はい、消費者物価指数が出ますが、やっぱり欧州悪いんじゃないかっていう、そういう数字になりますと、ますますこの動きに拍車がかかるんじゃないかなと思います。欧州経済が弱くなって、アメリカ経済が強くなってきているっていう、まあ、なんでも欧州が弱いというのもあるんですが、はい、アメリカが他の経済に対してやっぱりファンダメンタルズで圧倒してるんですね。でこのところドル弱かったですけれども、はい、それはやっぱりトランプ大統領が貿易問題を表に出して、その他の国の通貨は安いとかですね、いろいろ口出しをして攻撃したんですが、ただですねドル円も結局104円台で折り返してきております。はい、あそこまで大統領がですね、はい、いろいろ言いますと、やっぱり100円割れてもいいんじゃないかなとかですね、はい、前のエコノミストの方々もですね100円割れやむなしみたいな論調が、強かったと思うんですけども、聞きました私も、はい、全然そこまで全然いけないですよね。はい、やっぱりドルのファンダメンタルズがやっぱり他を圧倒してるんですね。はい、ファンダメンタルズが圧倒してるってのはやっぱり引いてはですね、アメリカ企業の競争力が強すぎる。そうなんですね。やっぱりこれからの時代、はい、ちょっとアップルの決算これからありますけども、はい、ちょっとアップルはダメじゃないかなとは思うんですが、まあ、他の企業はですね今年の決算ものすごいいいですし、でこれから先も続くと思います。はい、で最後にちょっとユーロドルの、まあ、はい、テクニカル的な、はい、ちょっとこれはエリオットウェーブっていう分析なんですが、はい、まあ、こうやって数えてみるとちょっと誤波動が終わってたんで、はい、ちょっとまあ手前味噌になりますけど、メルマガ等ではですね、はい、1、2ヶ月ほど前にちょっともう反対方向に行くんじゃないかなと一応は言ってました。ただちょっと時間がかかりましたね。そうなんですね。ぴったりのタイミングではなかったので、はい、ちょっと時間かかったなと思うんですけれども、これはどういうふうに見ればいいんですか。5ハードを割って、そうですね、はい、1、2となってますけど、でおそらくですね、はい、1.15 ぐらいまで行って、メインシナリオとしてはまたユーロは上がるんじゃないかなと思ってるんですが、はい、ただやっぱりちょっと最近の米国経済の好調がすごいので、ちょっともしかしたら長く続きするんじゃないかなっていう気持ち、ドル高がですね、ドル高が長続き、はい、というような、そういう可能性も考慮しないといけないなと思っております。そうですか。じゃあこれからちょっと、まあ、本当にどうなっていくんでしょうか。ね、やっぱり、注目するポイントって何かありますか。ですね、やっぱりアメリカの西海岸の IT 企業は強すぎるってことですね。やっぱり未来はあの辺の企業が作っていくって、はい、日本や欧州の企業はちょっと足元にも及ばないと、そういう状況がちょっと明確になってますんで、アメリカ一強体制がちょっと続くんじゃないかなと。まあ金利上がれば株が落ちるっていう人もいますけど、そんな簡単にはいかないような気がしております。わかりました、はい、ありがとうございます。今日は島力夫さんに為替市場のお話をいただきました。島さん、また来月もよろしくお願いいたします。はい、どうも今日ありがとうございました。さて、ゴーゴージャングルは投資サロン、失礼しました、ゴーゴージャングルは投資サロン、シストレ、インジケーター、電子書籍など日本全国の投資家やプログラマーが作るさまざまなコンテンツが集まるフィンテック e コマースサイトです。各コンテンツには実際に使用したユーザーによる商品レビュー、開発者とユーザー、またはユーザー同士で情報交換が行えるコミュニティが必ず備わっていて、お客様に最良のコンテンツをお届けできる仕組みとなっています。
有料商品だけではなく無料で入手できる商品も多数取り扱っていますので、ぜひ FX オンサイトをチェックしていただき、さまざまな商品をお探しいただければと思います。また腕に自信のある投資家の皆様からのご出品もお待ちしております。お送りしてまいりましたゴーゴージャングルマーケットストラテジー、今週はこの辺でお別れの時間となります。ぜひ来週もご期待ください。それでは今日も良い一日を。失礼します。